く側なんでちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。私は新卒で株式会社いちくらに入社しまして、2009年ですね、2009年に、就職で、東京都の町田市っていうところが地元なんですけど、町田市の方からこっちに引っ越してきて、大宮で一人暮らしをして、キャメロットヒルズでコンシェルジュをやらせていただきました。約7年間いろんな経験をさせていただいて、2016年ですね、当時名古屋の方で結婚式場グラストニアっていう式場が同じこの株式会社いちくらの式場であるんですが、そちらに一応コンシェルジュのマネージャーとして移動してほしいと、会社から辞令をいただいて、グラストニアの方に移動しました。でそこから3年半、コンシェルジュをやらせていただいて、で2019年の10月から、支配人をやらせてもらいました。で約半年間支配人やらせていただいたんですが、その後また、辞令をいただいて、ご縁もあって2020年の5月からこのキャメロットヒルズで支配人をやらせていただいたという形です。向こうで名古屋で結婚させていただいて、で家族と一緒に、今は埼玉県に暮らしております。なのでキャメロットヒルズで支配人をやって今2年ぐらいですね。で、本当にありがたいことにこちらに戻ってきて、アニバーサリーランチ、アニバーサリーディナーというイベントというか食事のご予約ができるイベントがありまして、キャメロットヒルズで結婚式を挙げられた方が記念にこう食事に夫婦でいらっしゃったりとか、お子様と一緒に食事に来られるんですが、私が本当に2010年とか11年とか、10年近く前ですかね、担当させていただいた、ご夫婦が何組様かアニバーサリーでお越しいただいて、皆さんまさか大西さんが出てくるとは思ってない状態で、ちょっとサプライズ的にですね、食事を終えられた後にご挨拶に伺ったら、皆さんも一様に驚いていただいて、あ、大西さんいらっしゃったんですねっていうことで、あと私が移動したっていうことを知ってる方もいらっしゃいましたので、まさか私が出てくるとはっていうことで、最初は幽霊みたいな風に見られてですね、驚いてくださったんですけど、まあそういう昔担当させていただいた方とちょっと話に花が咲いたりとか、そういった中ですごく嬉しい再会を何度か体験させていただいて、本当に嬉しく思っています。まあこれも22年続いているキャメロットヒルズの醍醐味かなとは思いますので、ぜひ動画を見ている方でもし昔私が担当させていただいた方がいらっしゃれば、ぜひお食事に遊びに来ていただきたいなと思います。